常に思い給え立ちながら飼いなき様にのみもてなさせたものに包まれはべりてなん悩ませたものこと重くとも受けたまわらざりけるに受けたまわるざりけるおぼつかなさなど聞こえたも乱り心地はいつともなくのみはべるが限りの様になりはべりて意図かたじけなく立ち寄らせたまえるに自ら聞こえさせぬことのたまわすることの筋たまさかにもおぼしめし変わらぬようはべらばかくありなき弱い杉はべりて必ず数まえさせたまえ意味じゅう心細げに見たまえ奥難願いはべる道のほだしに思いたまえられぬべきなど聞こえたまえり。源氏の君はもう常々心にはお尋ねしてみたいと思い思いしていながら飼いなき様にのみもてなさせたものにというのは、こちらの気持ちに対して全然お答えしてくださらないようなそういうお扱いばかりを お続けになっていらっしゃいます。そのつつましさにつまりそういう天君の側の態度に、こちらの方もつい心が遠慮せられまして包まれはべりてなん私の側といたしましても心が慎まれましてご遠慮申し上げておりましてございます。悩ませたもうこと重くとも受けたまわらざりける。こんなにご病気が重くなっていらっしゃるということも存じません。一向に存じませんで、もうちょっとあれですね、お知らせもいただけませんで、こちらとしても全く存じ上げませんでというふうな気持ちですね。知らせてくれなかったことにも多少はやっぱりこう、恨みがましいような気持ちを匂わせていってるわけです重くとも受けたまわらざりける。こんなに 重くなっていらっしゃるということも存じませんでしたからおぼつかなさ心も届きません不行き届きでしてなどと申し上げなさる。で天君が源氏の言葉ですから当然ここで天君が言葉を返さなければならないわけで乱り心地はいつともなくのみはべるが取り継がせているわけですね女房に直接天君が源氏に言ってるんじゃなくってさっきから間で動いている女房に取り継がせているわけですが気分の悪さはいつということもなくしょっちゅうでございますが もうこんなふうに死が間近に迫っておりますような状態でございまして
限りの様になりはべりて、命の際というような状態になっておりまして、そんな時に大層もったいなくもお立ち寄りくださいまして、私自身でお言葉を申し上げられませぬこと、残念でございます。あなた様のおっしゃいますことの筋、たまさかにもおぼし召し、変わらぬようはべらば、たまさかにも、万が一つにも、思い遊ばしている次第が、変わらぬようなことでございましたならば、かくありなき弱いすぎはべりて、必ず数まえさせたまえ、こんな、なんともまだ、頑ぜない年頃を過ぎまして、成長いたしましたら、きっと、数まえさせたまえ、人並みに扱ってやってくださいまし、意味じゅう心細げに見たまえおくなん、願いはべる道のほだしに思いたまえられぬべき。こうして、世を去っていかなければならない私が、ひどく、この幼い者がひどく心細い状態になっているのを後に残しておきますことは、意味じゅう心細げに後に残しまして、大層心細い状態にありますものを、残しておきますことは、願いはべる道のほだし、仏の道にひたすら入っていこうと思う。亡くなった後、死んで後、仏の導きにひたすらお任せしようと思っている。その、私の辿っていきます道のほだし、ほだしっていうのは、束縛ということですね。ふもだしということ。ふんどしということです。牛や馬なんかがこう腹にこう腹掛けのようにして掛けているものがほだしなんですが、本来は勝手な動きを封じるツナなんですね。それが人間の場合はふもだし、ふんどしというんで、やはり大事なところをこう緊迫しておくところ、解放すべき時、つまり大事な宗教的な、行事が遂げられて後にそのふもだしを外すべき時なんですけれども、その時のために普段は緊迫しておく。そして束縛、放散することを束縛しておく、その帯あるいは綱、それがほだしなんですね。でこの場合は仏の道にひたすらこれから入っていこうと思います、その心のほだしでございます。仏の道に入っていくための
大きな邪魔になるものでございますと言ってるわけですね。こんないとけなき孫を残して、がんぜないものを残して、そして思いを残して、死んでいくってことは大変、私の死での道のほだしになることでございますなど申し上げなされた。だからここで初めて、あのおばあさんの天君は今すぐとは申しませんけれども、成人いたしました後はきっとそのあなた様のお心の中にかけていただきまして、人並みに扱っていただきとうございますと言って頼んでいるわけですね